地元の魚の美味しさを知ってもらおうと、松山市の5つの小中学校の給食に20日、旬の県産ぶりを使った新メニュー、ギョギョットドッグが登場しました。松山市高の子町の久米小学校では、一風変わった給食に児童は大喜びしました。ギョギョットドッグは、揚げて甘辛い醤油だれと絡めた一口サイズのぶりや、茹でた野菜、マヨネーズをパンに挟みます。子どもたちは切り込みの入ったパンにぶりと野菜をいっぱい詰め込み、大きな口で頬張っていました。松山市と市水産市場運営協議会がぶり185キロを久米共同調理場に提供し、5つの小中学校で合わせておよそ3530食分が作られました。ぶりは甘くて柔らかくてパンとよく合っていて美味しいです。とても新しい感じがして美味しかったです。